桑田、渡辺の投資によりすでに300万円を獲得している志願者たち、オール達成を目前に今宵何かが起こる。令和の虎、オールオアナッシング。虎も志願者も絶賛募集中です。詳しくは概要欄から。就活の虎チャンネルもよろしくね。ここまでお話を聞いて、僕の直感的にはこのビジネスモデルはうまくいかない可能性が高いかなと思ってます。でその理由は株元社長が、ご指摘したポイントもそうですし、あとは、初めどうやってこのビジネスモデルを考えましたかと聞いたときに、大きいことがしたくてひっくり返したいからっていうことでしたよね。なんか自分自身の体験がこうだったからそれがおかしいと思ってというふうに起業のきっかけなんて、大きいことをしたいってところが考えてるところが僕はちょっとどうなのかなと思いました。ただこの2人ならそのやっていく中で、いや株元社長の言う通りでこれうまくいかないな、なんならこういう問題点があるなと言って結果何かを見つけてブレイクスルーするんじゃないかと思うんで、僕は400万円全部出します。ただお二人に枠を預けます。どれだけ僕に出してほしいか、0でもいいし400でもいいし、なので、もし僕に出させてもらえるならだいたい足したら、なるほど、もう一回ちょっと確認しましょう、はい、じゃあ一旦林さんのご本人のご意思としては自分一人で400万出したいってことですね。いや、お二人にお任せします。お二人というのはこの二人ですか。はい、なるほど。で、自分としては最大400まで出すつもりがあるということでよろしいですか。はい、足りないなら元出してもいいぐらいです。わかりました。さあ初めての事態になりましたね。一旦オールですね、これこの時点で、はい、一旦オールですけれども、さあいかがしましょうかね。はい、ありがとうございます。お一人ずつお話ししていきたいなと思うんですけども、はい、まず林社長にお話ししたいことは、一つ先ほどベンチャーキャピタルが出してて皆さんが出していいのかというところが今ちょっと引っかかってきています。で投資という言葉いくつかこう意味があるかなと思うんですけど、まさにベンチャーキャピタルの投資は、まあ、株を渡す代わりに、お金をいただくと。でこの今日のこの投資というのは、私はイメージとしては株をお渡しするのではなくて、まあ投資をいただいて事業を、そこでできた事業を、まあ、お金のリターンもしくはこうコラボという形でお返していくというイメージだったんですけども、その認識で間違いないでしょうか。うん、その認識は初めて聞きましたね。確かになるほどですね。なるほどね。そうするとちょっとまた話が違うかな、うん、どうしようかな。まあけどまあ大相談って感じですかね、そこは。うんうん、なんか志願者が虎を選ぶみたいなね、うん、はい、まあでもそれもまたありかなと思うので、まだ分かんないですよ。例えば渡辺さんがあと100出して渡辺さんと桑田さんで合わせて400になる可能性もありますと。から桑田さんがもう100万出して300と100で400になる可能性もある。それから林さんからもう100だけ出て3人合わせて400っていう可能性もある。でさらに、じゃあお二人はせっかく出していただいたんだけども林さんと組みたいからってことで400万を出した林さんだけと組むっていう考え方もありますよね。ここまで合ってますよね、僕の言ってることって。まあ本当額は決めてもらってですよね。均等に分けてもいいですし。そうですね、はい、はい、もう決めるのもあなた方ですから。はい、はい、分かりました。まず一つ、お願いしたくて、渡辺社長にもう100万円お願いできませんでしょうか。はい、タイガーファンディングのコモンセンス、ファインファーストフーズ CEO 渡辺雅人44歳、論理とセンスを合わせ持った独自の飲食店経営で、六本木ガストン&ギャスパーなど都内に6店舗を展開。柔らかな語り口から繰り出されるロジックの刃に志願者たちは打ち勝てるのか。よろしいでしょうか。面白いですねこれ。私たちの決断では渡辺社長に200万円、林社長に200万円お願いさせていただきたいと思っております。理由としては、
ちょっと私たちがその桑田社長が経営されているホストクラブに関して、まだうまくイメージが持てていないこと、そして今私たちが狙っているユーザーとのコラボレーションが直接的には難しいというふうに考えました。一方で渡辺社長のレストラン、これは相性がすごくいいと思っていますし、まさにご経歴のところでいろいろとアドバイスをいただけるんじゃないかなというふうに思っています。林社長も一度あの塾のお客様と一緒にやった経験もございますし、まさにそのフランチャイズを世の中に広げていくところの知恵をお借りしたいと思ってこうしたお願いをしております。萩原さんは今そうおっしゃいました。萩原さんが社長ではいらっしゃるんですけれども、パートナーとして前田さんもやっていかれるわけですから、今この萩原さんのおっしゃったことっていうのは同じように前田さん初耳ですね。はい、はい、あの前田さん個人の考え方ってどうなんでしょうか。結論は同じなんですけれども、過程がちょっと違うかなって思ってまして、はい、ほとんど同じなんですけども、自分としても林社長にはお出しいただきたいと思っていて、その理由は彼と同じで、店舗展開するノウハウをご教授いただきたいなと思っています。で、渡辺社長は、彼はまあ IT 系って言ったんですけど、僕としては飲食店をやられているということで、やっぱり飲食店と塾はまた、自分も飲食業界にいたんですけれども、全然また違ってくる条件とか制限とかが違ってくると思うので、そこのノウハウをお借りできないかなと思い、結論は同じです。桑田さん、はい、振られちゃいましたね。振られました、はい、歌舞伎町ホスト界のウォルト・ディズニー、ニュージェネレーショングループオーナー桑田流星、33歳、年商10億、緻密な人材育成と YouTube 戦略を駆使し、ホスト 2.0 時代を牽引。アジアの不夜城の頂点へと駆け上がるネオン街のイノベーターは何を思う？どうですか？いや、まあ正直経営していくんだったら、ある程度のリスクヘッジとか、まあ、そういうのはあると思うんで、まあ、業界からそういうイメージがもちろんついてるのはしょうがないと思ってるんですけど、まあ、僕はそういうのを変えたいと思ってやってきたんで、まあ、そこがちょっと伝わらなかったのかなっていうのがちょっと残念ですね。まあ、もちろんそれは経営判断なんで全然受け入れてます。僕もすごい人たちが出てきたなと思って感心しながら見てましたけれども、最後の最後、僕の気持ちは非常に残念ですね。はい、僕の個人の感情です。はい、どうしましょう。渡辺さんあと100万で林さんが200万出すという形でお二方はいいんでしょうか。僕はてっきり、はい、僕400じゃないですか、はい、なんで200にされたんで、ビジネスモデルに共感してないから違うって言われるのかなと思って僕が振られると思ったんですよね、うん、でもね、僕と岩井社長は水商売に対してそんなに偏見はないですからね。もちろんです。そこですよねホストそんなね、悲しいっす。なんか例えば分かんないですけど、彼らがね、もうベンチャーキャピタルからお金を得てるって言ったじゃないですか。じゃあその人たちのことを気にして、もしかして桑田さんと組むことを拒んだんだったら、余計俺すっげえ嫌なんですよ。分かりました。説明させていただきます。私たちは上場したいと思っています。上場していくときに桑田社長がどうということではなくて、やっぱ桑田社長に集まってきたお金がどうかというところまでやっぱ見られるんじゃないかと思っています。そうしたときに、僕たち今2人ですけども、3人目、4人目、5人目、6人目、100人目、200人目と人生をかけて僕たちについてきてほしいと思っていると。そんなときに、もし桑田社長のじゃなく桑田社長のもしかしたら関係者の方でそういった方が1人でもいたときに、僕たちは200人の夢を、200人の期待を裏切ることになる。いや、それはよ、ちょっとかっこいいこと言い過ぎじゃねえか。桑田の出資を拒む志願者たち、その発言を機に事態は急転する。じゃあ自分たちのもとに集まる人間たちだけが清く正しく美しくて、ねえ、桑田さんのところに集まってくる人間がそうじゃないなんて、そんなもん傲慢以外の何者でもないんじゃないのか。私は先ほどもお伝えしたんですけど、勉強不足で正直分かっていません。分かってないから触らない方がいいんじゃないかと思って判断しました。だったら最初からそう言えばいいじゃねえかよ。
ああ。でもあなたそれ隠して、その言い方を。こっちはこうで、こっちがこうだから、この二人に頼みたいって言ったよね。言いました。ああ。そこは、申し訳ございません。そういうのを直接お伝えするのは、ちょっと僕どうしても萩原さんがおっしゃったことで感化できないことは、桑田さんのところに集まってくるお金はこういうお金で、そういうことが何かで分かったときに、自分についてくるね、何十何百何千という人たちに迷惑をかけるといった言葉について、じゃあもう一回前田さん弁明してくださいよ。これから彼がいろんな過ちをしていくとして、そのために僕がやると思ってるんですね。僕は彼が代表だけど、まあ、自分ちゃんと話してお前が社長やるって僕は言ったんですけど、こいつが間違えたら僕はその時はぶん殴るつもりでいるんで、そういう関係だと思ってるから、そのために僕らは2人で言います。うん、それはいいね、はい、そういうことだと思うよ。若いんだからさ、別に俺だからって潰そうと思って今喋ってるわけじゃなくて、みんなさ若いんだからこういうこともあるよ、はい、ああね。でもさ、やっぱり多分ね、最後の最後のこの状況って、ここに並んでる5人の社長たちで、ね、みんな気分良くないですよ。はい、そう思います。うん、突っ走って自分が正しいと思えばガンガン行けばいいんだろうけれども、それだけじゃ世の中渡れないよ。はい、以上僕の個人的な見解でした。すいません、まとめましょう。僕も岩井社長のおっしゃった意見で、すごく共感するところがあるんですけど、じゃあまあ、下げるかっていうと、でもそういうことも含めて、世の中っていうのはいろんな人がいて、ね、そういう世界もあって、別にそれが証券会社的に NG なことはもちろん絶対やっちゃいけないと思うんですけど、別にそこまで問題ないんだよっていうことも、まあ、一緒にやっていく中 で、ね、お伝えできたら、まだお二人とも若いと思いますし、そんなところでも自分がちょっとおこがましい言い方かもしれないですけど、この視野を広げるとか、そういう点でも一緒に仲良くお付き合いできれば、そんで将来うまくいった時に、全然桑田社長に出してもらってよかったねと思える日が来ればいいなと思ったので、もし2人が良ければ当初の提案通り半分出させていただければ嬉しいです。はい、はい、では林社長が200万で渡辺社長200万大丈夫ですか？はい、はい、私からも一言いいですか？頑張ってください。で、私もこの事業自体そんな簡単じゃないと本当に私も思うし、でもなんかこの2人は頑張ってくれるんじゃないかなと思うし、まあ、そこを応援しようっていうのがもう大きいです。もちろん桑田さんも多分そういう感じだったと思うんで、ね、なんかちょっと本当だったらね、なんかご一緒した方がもっと面白いかなっていう気もしますけど、ぜひなんかこういうことを経験に頑張っていただきたいなと思って、ここ出させていただきます。ありがとうございます。じゃあ改めて林さん200万積んでいただいてよろしいですか？はい、あ、じゃあ、この段階で、あなたたちの希望金額に達しましたので今回はオールです。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。詰められたビジネスプランと高レベルのプレゼンテーション力で見事オールを達成した志願者たち。しかし成功をつかみ取った裏側で、これから学ぶべきことも多く残されているようだ。タイガーファンディングは2人が輝かしい未来をつかみ取る日を心待ちにしている。トラと志願者を大募集。詳しくは概要欄から。